昔爆発があった。この宇宙は爆発で生まれた。昔爆発があった。この星は爆発で生まれた。昔爆発があった。この生命は爆発で生まれた。そしてまた爆発が起こる。Heavy clothes, dirty hands, sweaty clothes, the routine that I've learned to understand and know. Play my tricks.Fragile man, rest your head on me. Shut my eyes, I'm not here. There must be some mistake. Don't be so serious. Don't be so serious. Don't be so serious.
言ったよね。何すんの？そんなに強く握ってない。その涙、カイラルアレルギーね。ねえ、あなたもドゥームスなんでしょ？絶滅因子を持ってはいるが、あんたほどじゃない。あなたレベルは？見えてたんでしょ？いや、感じる程度だ。じゃあレベル2ね。ここで何をしてる？あなたと一緒よ。雨宿り。タイムフォールは言った。私はフラジャイル。あんたの噂は聞いたことがある。光栄ね。サム・ポーター・ブリッジズ、伝説の配達人。ビオシス、時雨にも耐性がつくの。私のとこ来ない？一人だと大変でしょ。フラジャイルエキスプレスなら人材も豊富だろう。仲間に裏切られた。ほとんどが寝返ったわ。組織は崩壊寸前。それに私は首から下を時雨にやられた。もう粉々に砕けて。手伝えることはない。物を運ぶのが俺の仕事だ。こちらブリッ
ジズ配送センター委託契約フリーランスサムポーターブリッジズ受け取りに困っています。町に行くのね。気をつけて。奴らは言ったようだけど。時は触れたものの時間を奪う。でも全てを消し去るわけじゃない。過去は捨てられないものよ。だからまた会いましょう、サム・ポーター・ブリッジ。ブリッジズ死体処理班のイゴールだ。サム・ポーターだな。そうか、接触恐怖症だったな。お前の資料に書いてあったよ。ブリッジズの死体処理班、何があった？時間がないんだ、ついてきてくれ。来い。こいつを焼却所まで運びたい。いつ心停止した？正確な時間は分からんが、おそらく40時間以上は過ぎている。施設に隔離しなかった？病死じゃない、自殺したんだ。自殺だって？発見するのに時間がかかった。冷却処置はしたが、いつネクローシスするか。どの焼却所？一番近いのは北だ。そのルートには奴らがいる。別の焼却所は？他の場所に行く時間はない。じゃあここで焼いた方が安全だぞ。カイラリウムが都市に被害を与える。ここはダメだ。今から焼却所へ行く方が危険だ。だからお前が必要だ。お前のようなドゥームスに同行してほしい。ネクローシスの初期段階に入っている。急がないとここが吹き飛ぶ。じゃあ一緒に来てくれるな。ブリッジズとの契約成立だ、サム・ポーター。サム、ただのサムだ。俺には奴らは見えない、感じるだけだ。だからこいつを持ってきた。ブリッジベイビーか？お前とこれがあれば奴らをうまく迂回できるはずだ。あまり気分のいいものじゃないな。あの世とつながるわけだからな。ゾッとする。行け。
が子供の頃はこんなじゃなかった。アメリカという国があって誰もがどこへでも自由に行けた。お前みたいな運び屋はいなかった。ハイウェイや飛行機、そうだ、他の国へも行けたんだ。もうそんなものはない。そこら中デスストランディングのせいで穴だらけだ。みんなぶっ壊れたんだ。運よく残ったものも呼吸のおかげで溶けちまった。代わりに化け物が持ち帰った。つまりこの世は死の世界とつながったんだ。みんな怖くて都市に閉じこもってる。おかげでお前みたいな運び屋が重宝される。虹が出てる。焼却所まであとどれぐらいだ。もうすぐ出てくるぞ。仕方がない、奴らもど真ん中を抜ければ。奴らのエリアに入ったんだ。迂回しろ。サム、何か見えるか。いや、見えない。この BB は不良品かもしれん。Thank you.
聞こえるか。昔爆発があった。この生命は爆発で生まれた。そしてまた爆発が起こる。これが我々が目撃する最後の爆発になる。目覚めたか。どんな感じなんだね、結び目からの帰還というのは。落ち着け、俺は医者だ。と言っても元は観察医だが。俺はデッドマン。死者とは仲良しだ。だがもちろんあんたと違って一度も死んだことはないが。それは取らない方がいい。俺の専門ではないが、それがあんたを守ってくれるはずだ。ほら。囚人ってわけか。手錠ではないよ。これは最先端のガジェットだ。我々をつないでくれる。我々？あんたたちは。そうだ、ブリッジズだ。未来への架け橋、あるいはそう、絶滅への延命。それでここは今は何時だ。いいか、皮膚に装着してみるんだ。こうやって。落ち着け、手錠端末があんたの肉体とつながるぞ。見てみろ。そいつがあんたを24時間監視する。いや、そいつで我々がサポートする。あれから2日も。いや、その間にあんたの特殊な体液を採取させてもらったよ。あんたは機関車、特別な存在だからな。死体処理班はどうなった？セントラルノットシティはボイドアウトで全て吹き飛んだ。ゲームオーバーだ。巨大なクレーターになった。コンティニューできたのはあんたが接続していた不良品のブリッジベイビーだけだ。あのベイビーは？あれは機能を終えたから廃棄処分にした。残念だが、みんな消滅したよ。あの死体処理班だけではない。俺の部下も、我々の本部も、フレデフォート、つまりセントラルノットシティも。おかげでこのキャピタルノットシティことサドベリーの支部が新しく本部に格上げになった。ブリッジズの実行部隊もほとんど失われた。あれから2日間が経過してはいるが、
混乱はまだ収まっていない。ああ幸い長官と支援部隊はボイドアウトを免れたんだ。だから指揮系統はまだ生きている。起きたばかりで悪いが、あんたに頼みがある。それが機関車のステンシルかね。ああところでそのあざは。洞窟で女に捕まれた。なるほど、アフェンフォズムフォビアか。それで一人、いや距離を置いているのか。よく覚えておくよサム。そう、急を要する配送があるんだ。大統領のところにモルヒネを届けてくれ。大統領？もう合衆国はない。セントラルノットの市長か何かか。いや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 、市長ではない。アメリカはまだ生きている。大統領は末期癌で危篤状態にあるが、まだ我々の世界につながっている。なぜ俺が。行けばわかるが、あんたには届けるべき理由と責任がある。あんたが行けばいい。俺はここにいないんだ。すまんな、これはカイラルグランだ。だからこの涙はカイラル通信によるアレルギー反応だ。本当の俺はこの先の隔離室、三角の建物にいる。薬はここだ。ブリッジズとのフリーランス委託契約だ。サム・ポーター・ブリッジズ。薬なら隔離室にもあるだろう。本当の狙いは何だ。正直に言おう、大統領があんたに会いたがっているんだ。アメリカ最後の大統領があんたを待っている。それでいい。では後ほど隔離室で会おう。全て低下しています。回復の兆候はないと。はい、残念ながら。そうか、我々も準備をしておいた方がいいかもしれない。サム、俺だ、デッドマンだ。すまん、そうだったな。大統領の容体が良くない。悪化している。ありがとう。彼女も少しは楽になる。これで最後にあんたと話す時間ができそうだ。彼女？合衆国最初で最後の女性大統領であり、そしてあんたの育ての親。その服では面会できないな。脱いでから中に入ってくれ。
彼が大統領の右腕でありブリッジズの長官。ダイハードも。そうか、あんたは第一次ブリッジズだった。それじゃ紹介の必要はないな。こんな形で再会するとは、皮肉なもんだ。お互い死ねない者同士だからな。10年ぶりの挨拶もなしか。大統領がお待ちだ。君のお母さん、ブリジットだ。意識も朦朧としているが、君のことはわかるはずだ。さあ大統領、サムが来ました。我々は外します。サム、久しぶり。よく来てくれたわね。元気だった？そう、恨んでも当然だわ。アメリが、アメリが西に行ったのは知ってるでしょう。3年かけて大陸を横断したの。この国を再建するために。まだ再建なんて考えていたのか。本当はあなたに行ってほしかった。もう時間がない。アメリを助けて。あなたが必要なの。もう一度つながらなければアメリカを再建するの。また世界をつながなければ人類はみんな滅びてしまう。アメリカなんてもう誰も必要としてない。いいえ、孤立した人類に未来はないわ。アメリカの時代は終わった。それにブリジット、あんたはもう大統領じゃない。お願いよサム。あなたをビーチで待っている。あ、大統領。まずい。よし。先生150ミリ。反応ありません。しっかりしてください。
張って。いいか、大統領が亡くなったことは公にするな。これが露見すればブリッジズは崩壊する。ここにいる我々以外誰にも口外するんじゃない。はい長官、遺体も処理しなければ。でもあいにく処理班が。それなら大丈夫だ。サム、君は大統領と最後の契約を果たした。何のことだ。君はブリッジズとなり、我々とアメリカ合衆国再建の任務を負う。また俺を縛るのか、ブリジットのように。ある意味それは正しいかもな。その手首の手形がその証拠だ。長官、大統領は全身を癌細胞に蝕まれていた。遺体を解剖することも臓器の摘出もする必要はない。一刻も早く焼却しないとネクローシスする。そうだ、早くしないとここもクレーターになる。俺にどうしろと。今すぐに動ける運び屋がいないんだ。死体処理班は全滅してしまったからな。そうだろう。だが大統領の遺体を焼却しなければ。キャピタルノットシティ側からの道路はボイドアウトで寸断された。残っているのは徒歩で登る山岳ルートだが、カイラル物質がたまるエリアだ。途中には奴らがいる。あんたにしかできない仕事だ。ドゥームスで機関車の。なぜ俺なんだ。サム、あんたはすでにブリッジズだ。配送依頼だ。サム・ポーター・ブリッジズ。少しいいか。ブリジット・ストランド大統領はアメリカ再建の象徴だった。就任以来長きにわたって国家の再建を訴えた。そのための組織ブリッジズを立ち上げたのも大統領だ。本来なら手厚く葬儀を執り行うべきだ。しかしそれは叶えられない。彼女の死はアメリカの死だ。それは我々ブリッジズの死にもつながる。だからこそ大統領の遺体は隠密裏に運び出し処理しなければならない。隠し合わせたとしてももう次の大統領はいない。アメリカの再建はない。サム、アメリカは死んではいないんだ。大統領は死んだはずだ。確かに彼女は死んだ。だが大統領になるべき候補のアメリカはまだ生きてる。何のことだ。そのことは後で話そう。分かってほしいのはブリジットが立ち上げたアメリカ再建計画を我々が実行するということだ。ブリッジズはそのために存在する。そのための第一歩としてサム、君は大統領の遺体を焼却所に運ぶ。また世界をつながなければ人類はみんな滅びてしまう。本当はあなたに言ってほしかった。もう時間がない。
ありがとうさ。あなたをビーチで待っている。焼却場はここの南西だ。だが途中には BT の座礁地帯がある。焼却場は山に囲まれたエリア。カイラル物質が拡散し都市に及ばないようにな。かなり過酷な運搬になるが。君を24時間追跡している。何かあれば我々が手錠端末からサポートする。も焼却してくれ。これは BB28 死体処理班のイゴールが使っていた BB だ。あんたが帰還した時クレーターで見つけた。なぜここに。廃棄が決まったんだ。セントラルノットは消滅した。ブリッジズの本部もそいつがちゃんと機能しなかったからだ。イゴールのログにも残っている。まだ生きてるぞ。回復の可能性はない。ポッドから取り出しても生き延びることはない。かわいそうだが殺処分するしかないと判断された。長官も承認したよ。気づかれる。サム、奴らに食われるとボイドアウトする。
あんたは機関車だから戻ってこられるが、その一帯はクレーターになるぞ。いい手がある。ここまで持ったのが奇跡だ。あんたのようなドゥームスが BB を装備するとお互いの感情や記憶がハウリングを起こす。恐怖心やストレスが増幅され、 BB もドゥームスもこっちに戻ってこられない危険性がある。残念だがやはり限界を超えていたんだ。処分するしかないだろう。サム、身支度を済ませたら大統領執務室に来てくれ。話がある。サム、大丈夫か？ドゥームスが BB をつなぐなんて考えもしなかった。シャワーを浴びてきたらどうだ。カイラル物質の汚染がひどい。これから大統領に会うんだぞ。なんだと？大統領はもういない。怒ってるのか？ BB の焼却を頼んだから。甘く見るな、お前らの便利屋じゃない。どっちにしろこいつはあんたに救われたな。違う、こいつが俺たちを救ったんだ。命の恩人のお世話は任せろ。じゃあ大統領によろしくな。そろそろ帰る時間よ、サム。はい、ドリームキャッチャーよ。
眠れない時につけて、私が悪夢から守ってあげる。私とあなたはいつもつながっている。プライバシーもないのか。いや、あるよ。シャワーを浴びている間とトイレで排泄中だけにか。シャワーは浴びてくれたようだな。さあ、大統領執務室に来てくれ。彼女がお待ちだ。任務は完了だ、サム。ありがとう。大統領は帰らぬ人となってしまったが、その意思は灰になったわけではない。サム、よく聞いてくれ。アメリカも、その再建計画も、まだ生きている。冗談はよせ。さあ、我々の新しい希望、新しいアメリカだ。アメリカ。母は言ってしまった。だけど私がいる。そしてあなた、サムも来てくれた。彼女とも10年ぶりだったな。もっとも彼女は10年前と何も変わらないが。ええ、そうね。私の体はビーチにある。だから年を取ることはない。あなたはいい土地の取り方をしたようね。君は本気でこの世をつなごうと考えてるのか。誰かがつながなければならない。いや、誰かがブリジットの後を継いでアメリカを再建しなくてはならない。サマンサ・アメリカ・ストランド、新たな大統領だ。孤立した都市と都市をつなぎ直す。アメリを大統領に迎えた上で、我々は新たなアメリカ都市連合を作る。そしてこのアメリカを再建する。そのために君の力を借りたい。俺はあんたたちとはもうつながってない。ブリジットとも別れを済ませた。あなたを忘れたことはなかった。つながりを切ったのはあなたの方よ。アメリはブリッジズ第一次遠征隊を組織して大陸を横断した。私たちはクレーターや座礁地帯を迂回しながら残された人々を探した。アメリには奴らがはっきりと見えるからな。私たちの都市連合に加入意思がある都市にはスタッフを残していった。私たちは3年かけてエッジノットシティにたどり着いた。西海岸まで。まさか。本当だ。北米大陸を横断。だが遠征隊は全滅。アメリは閉じ込められた。バカな。都市から出られないけど、身柄は拘束されていない。だからこうしてあなたたちと話すこともできる。通信装置を使って。エッジノットシティの独立自治を要求し、彼らはアメリを統治下に置いた。彼らは都市連合への加盟を拒否。アメリはその交換条件における人質だ。その彼らとは。
彼らは分離過激派の武装集団だ。都市を統治している。人を殺しボイドアウトを起こして都市をクレーターに変える狂気のテロリスト集団。そうだ、あらゆる手段を講じてボイドアウトテロを画策している厄介な連中だ。まさかあの自殺者も奴らの仕業かもしれん。大陸の至る所にディメンスはいる。いや、潜んでいる。彼らは思想の一種だ。彼らは何者かに統率された一組織ではない。それがアメリカ再建を阻害する理由でもある。再び都市連合を作らなければ人類は滅びてしまう。私はブリジットのメッセージを運び都市と人々に呼びかけた。でも全ての人が受け入れてくれたわけじゃない。繋がらず孤立したまま生きていける、そう主張する人間もいる。彼らやサム、君のようにアメリカ再建は彼らにとって束縛でしかない。繋がりは義務を要求し個人の自由を奪う鎖だと主張している。これも束縛だ。だろ、テロリストと変わりない。お前らもある種のカルトだ。違うわサム、それは私たちをつなぐ象徴。今の私たちに必要なのは孤立じゃなくてつながること、そして結び目を作ることよサム。北米大陸をもう一度つなぎ直してくれ。アメリカ残していったスタッフがカイラル通信用の設備を整えている。しかしそれは点でしかない。その点と点をつなげて線にしてほしい。それらの軌道にはこのキューピッドが必要だ。ここにカイラル通信を可能にするセキュリティと運営コードの全てが入っている。キューピッドと必要なものを届け、この分断された大陸をつないでほしい。そしてエッジノットシティに閉じ込められたアメリを連れ帰ってくれ。母の意思を継ぎ私が大統領に就任する。この国を救うために。それがブリジットの意思であり未来を作ることになる。サム、お願い、あなたが必要なの。俺はサム・ポーター・ブリッジス、ストランド家の人間じゃない。ブリッジスからも放り出された。もう誰ともつながるつもりはない。待って、ほら、俺たちはつながってない、昔も今も。サム、サム。サム、サム。待て、いいか、アメリカを再建するには君たちが必要だ。ネットが世界を覆い尽くしても争いは絶えなかった。無理やり世界をつないでもまたほころびが生まれる。同じことを繰り返すだけだ。こんなもので誰もが簡単につながるわけはない。分かった、落ち着けサム、そう焦るな。分かった、返事はよく考えてからでいい。少し休んだらどうだ。ああそうだサム、睡眠も必要だ。そのまま放っておくとあんたもあの世とつながってしまうぞ。必要なメンテナンスは完了した。あんたとのチューニングも調整を済ませた。まだ使える。ルームスと BB の相性がいいのは珍しいことだ。どうやらサム、こいつとだけはつながっているらしいな。サム、
サム、あなたはサム・ストランド。いや、もうサム・ストランドじゃない。今はサム・ポーター・ブリッジス。ストランドには三つの意味がある。一つ目は絆のこと、そして二つ目は座礁という意味、最後の一つは途方に暮れる。私は今西海岸で座礁したまま途方に暮れているの。だけどあなたとの絆は今もつながったまま。あなたは自由よ。だけどつながってる。それを否定しないで。サム、おはようございます。どうだ、手を貸してくれるか。カイラル物質を使ってる。身につけられるのはドゥームスだけだ。これで世界をつないでくれ。世界を再び一つにしてくれ。俺は運び屋だ。都市をつなげることに興味はない。結び目を作るのはあくまでもアメリを助けるついでだ。ああ、いいか、サム。アメリと第一次遠征隊は東から西へ北米大陸を横断し、孤立した都市に結び目を整備した。だがインフラが整っただけでカイラル通信はつながってない。今できるのは無線と有線による音声通話とわずかなデータ通信という程度だ。ローカルデータで保管しないとカイラルグラムは表示できない。君が見たアメリア・ブリッジズのメンバーは皆ローカルデータを元に再計算したホログラムだ。君がすべき任務はそれぞれの結び目にそのキューピッドを接続し、カイラル通信を起動させることだ。キューピッドを現地の端末に接続して初めて総合超大容量ゼロ時間通信が可能となる。都市や人の今がつながるだけじゃない。我々の過去までもがつながる。
地で断片化されたデータが一つに統合される。まるで恐竜の化石が復元されるようにな。これによって46億年にも及ぶ地球上の歴史も DS 以降に失われた人類の英知も復元されることになる。そしてそれこそがデス・ストランディング解明の鍵となるはずだ。通信がつながれば大容量データのカイラルグラムはもちろんカイラルプリンターも使えるようになる。将来的にはかなりのものが通信だけで送れるようになる。魂ある生物やオリジナルのもの、思い出の代物は送れないはずだ。そうだ、そのために君たちの存在が必要なんだ。つなぐ前もつないだ後も君たちのような配達人がな。休む暇はないか。ああ、だから手ぶらってわけにはいかない。詳しくは配送端末で伝える。上の階でチェックしてくれ。荷物はそこで渡す。よくもここまで使い込んだもんだ。廃棄しておくぞ。待て、そいつをよく調べてみてくれ。奴らが俺の血に反応した。一度だけじゃない。あんたの血に効果がある？そのためにたっぷり抜いてるだろ、俺の血を。分かった、よく調べてみよう。